過剰場とは、派種によって決まっている数以上に存在する派のことで、ある。成長の過程で、高校内に放出する場合もあれば、放出しない場合もある。過剰場は人において女性よりも男性に多く見られる。欠損場より、例は少ない。これまでの進化の過程にて失われてきた歯が、過剰場として発生することが多い。それらの中で最も多い過剰場の形態は、 上顎の成虫にできる成虫過剰歯である。過剰歯の大きさは多くの場合で同じ歯種の他の歯より明らかに小さく形態などから見た目で過剰歯とわかるものが一般的である。しかし、稀に普通の歯とほぼ同じ大きさや形態を持ち、どれが過剰歯かわからない場合もある。曲がって放出したり他の歯を圧迫するなどして歯並びを悪くする原因となることが多く。 そのような場合には、抜歯の対象にされる。これに対して、正常に放出して、他の歯への悪影響もない場合は、そのまま問題なく使える歯になり、抜歯の必要はない。高校内に放出せずに、歯肉や、顎骨内に止まることもあるが、たとえ放出しなくても、既存の歯の根に影響を与えることもあり、このような場合は、抜歯が必要になる。 ただし骨内に止まっている場合は、通常の抜歯と比べて難しい手術になる傾向にある。抜歯は手術の一つである。ありがとうございます。